受験生版タイガーファンディング主催の松村です。今日はですね、安岡さんが関西の方に来ていただいたので、いろいろお話をしていたんですが、決意表明があるということなので、今日は緊急で動画を撮っております。じゃあ安岡さん、なんか今回、今後のビジョンについて、ゲーだとおっしゃってましたけども、ここどういうことを頑張ってやっていくか、少なくともこの1年、2年かな、皆さんに決意表明をしてみてください。はい、どうも。はじめまして。受験生版タイガーファンディングに出させていただきました、安岡圭介です。まあ、はじめましてじゃないと思うけどね。そうですね。はい。はい。これから自分が目指すのは、最終的な目標で言いますと、高校認定を自分の境遇だったり、自分の似たような子、うん、やっぱり勉強がしたくても難しくてできない子だったり、そういう方の、やっぱり何か支援がしたいなと、僕自身もやっぱり助けていただいたんで、次は僕が誰かを助けていただけたらいいなと思い、最終的な目標では高校認定の専門の塾を作りたいなとは思ってます。最終的って言ってもね、どれくらい先かわからないですけど、そうですね、まあ、とにかくその高校認定の資格を取りたい人たちをサポートしたい、はい、そういう塾を作るっていうことですか。はい、なるほど、塾長になるわけですね。はい、でももしかしたらその先に通信制高校の校長とかなった方がいいんじゃないですか。確かに。ちょっと、はい、もう早速揺らぎ始め、まあ、揺らいでないか。いやいや、まあまあ、うん、方向性一緒ですよ ね。じゃあ、そのためには、やっぱり自分で受からないといけないよね。はい。どうするの？この2年以内に高校認定を取ります。素晴らしい。それと、やっぱり働きながら、マクドナルドもしっかり続けさせていただいて、うん、キャリアを上げていきながら、はい、いろんな経営のノウハウだったりを、うん、マクドナルドさんから学ばさせていただきながら、高校認定を2年以内に取ります。確かに、業態は違うけども、根本的な経営のあり方とか、その仕組みっていうのはね、学べるところたくさんあると思うんでいいと思いますが、あとはやっぱり受かることもすごい大事ですよね、背中見せて。はい。働きながらやることに価値があると思う、僕も思いますよ。いろんな事情で高校に行けなかった人たちがいて、安岡さんを見てね、頑張ろうと思う人たちをサポートしてあげる塾を作るのはすごくいいと思いますが、だいぶ先かもしれないね。というのは、自分が受かることとまた人に教えていくことってまたすごい壁があるから、まあ、例えば僕のね、予備校とか小場翔さんの塾とかね、吉村さんの塾もそうですけど、そういうところで指導の研鑽を積んでいく必要があるかもしれないですよね。僕ら大学受験生が多いから、高校受験とかの中学生を教える講師とかだったらね、できるかもしれないので、高井さんのところのね、塾もいいかもしれないですけど。なるほど、わかりました。はい、うん、そしたらじゃあ経営者になるっていう目標も達成できて、はい、で自分のエピソードから派生したサービス、自分が力を入れて本気でやっていけるサービスもできて、でマクドナルドで仕事してることも活かされて、吉村さんがセールスでやった方がいいってありましたけど、はい、まあ、セールスって言ったらね、ちょっと語弊が塾だとあるかもしれないけども、しっかりその生徒さんのね、悩みに寄り添って、そして本当の悩みを引き出してあげて、解決する方法として塾を提案するっていうのは、まあ、ある意味セールスかもしれないので、はい、それも学べると、なかなかいいプランじゃないですか。うん、はい、じゃあ今後やっぱり YouTube で配信をしていきたいとも言ってたと思うんですけど、はい、YouTube はどういうふうに今後やっていくんですか。 YouTube の方はその高校認定の勉強のこととマクドナルドの短期目標、長期目標を決めさせていただいて、うん、それをどうやって達成していくかっていう部分を皆様に見ていただけるようにしたいなと。例えば勉強のことは人様に語れるものはまだないと思うんだけど、はい、例えばまあ僕たちのね、まあ、虎たちの指導を受けてこういう学びがあったっていうのを報告してもいいと思うし、うん、あとは勉強配信ライブをねやって、一緒に最初やってくれる人いないかもしれないけど、うん、もしかしたらいるかもしれないしね、やっぱり自分がこんだけ勉強しているんだっていう姿を背中を見せていくことを残していくこともね、大事かなと思いますね。はい、マクドナルドの方は、ではこのキャリアになるためにこれとこれをマスターしなきゃいけないけども、今これはだいぶいい感じだけど、ここはこういうふうにご指摘されて頑張ってます、こういうふうに次やってきますみたいな報告動画をね、上げてもいいかもしれない。後から自分で見直して自分の成長が見れるチャンネルにしたら、何よりも安岡さんが自分楽しめるチャンネルなんじゃないですか。ね、結局ね、会社経営をするとか、塾を出すとかね、そういうものは手段でしかないので、それは途中途中のね、プロセスで変わっていくかもしれませんけど、安岡さんがこうコアとしている自分のね、壮絶な家庭環境の中から、ここまで頑張ってきたっていうところをしっかり活かせて、あなたにしかこう、火をつけられない人たちっていっぱいいると思うので、その人たちのために頑張ってほしいなと僕は思いますね。はい。じゃあ、最後にですね、安岡さん、はい、今後皆さんにですね、どういう観点で自分を見てほしいかっていうのがあれば言ってほしいんですけど、何か自信がなかったりとか、うん、やっぱりやってもうまくいかないこととか、うん、そういう時ってやっぱりいろんな場面であると思うんですけど、うん、多分僕も動画を配信させていく上で、うまくいかないことだったりとか、うん、勉強でもスムーズにいかないこととか、うん、
あると思うんですけど、うん、その問題とかをしっかりそこを乗り越えていくので、パワーあるチャンネルにしていきたいので、やっぱり何か嫌なことがあっても、こいつこんなんだったけど頑張ってるから俺も頑張ろうと思ってもらえるようにしていきたいと思います。逆に安岡ちょっと頑張りが足らないんじゃないのみたいなツッコミもあったらいいね。あーツッコミはい、もう、ね、もっと頑張りますということで、今日はね、わざわざ関西まで来ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。今日は動画撮る予定なかったんですけど、ね、いろいろ話してね、今後の方針決めようと思ったんですけど、なんかパシンとひらめいたって言ったんで、はい、早速撮りましたじゃあ、また安岡さんのね、チャンネルもリンクまた貼っておきます、はい、概要欄とコメント欄にですね、ぜひそちら見ていただきたいなと思いますが、なんと今ね、ログインできないんだよね。そうなんですよ、乗っ取られたかもしれないですね、はい、もしかして違うチャンネルになるかもしれませんけど、そうです、YouTube まだ進んでまた紹介しますね、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあご視聴いただき誠にありがとうございました、はい、ありがとうございました。